こんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。このチャンネルでは無課金初心者の方向けのプロスペースで効率よく強くなるための情報を配信してます。今回はバッティングトラベラーランキングを走るべきかについての話をしていきます。まあ、イベント始まって24時間で、まあ、累計まで終わらせまして、まあ、消費エナジーの話もね計算ができましたし、まあ、前回から の伸び率ですね、まあ、初日でどのくらいのとこまで行ったのかってところから、まあ、消費エナジーの予想、ボーダーの予想とかもしていきますので、ランキング走ろうか迷っている方はぜひ参考にしていただければなと思います。結構ね驚きの数字が出ましたので、まあ、迷っている方の後投資になるかもしれないかなという感じかなと思いますので、ぜひ最後までチェックしていってください。ではやっていきましょう。それではイベントページに行きまして、まず自然回復で終わるかというところの話を一応確認をしていきます。まあ、現在撮影をしているのが15時半でございまして、この時点でまあ累計までねちょうど22万8000メートルですね、そこまでやって、で自然回復全然今回はうまくやることができれば、終わることが可能だなということが分かりました。まあ、このね 33% 契約書のノルマが22万8000メートルということになっておりますので、まあ、7日で22万8000メートルで、その自然回復で終わらせるためには1試合で平均何メートル以上ね成績出す必要があるのかってところになります。やっぱり自走差で大きく移動距離がね変わってきますので、まあ、どのくらい行けばいいのかってところの確認です。で今回のノルマが22万8000メートル、7日間でこれをクリアしなきゃいけないので、割る7をして、まあ、1日ですね 32,571 メートルがノルマとなっていきます。まあ、なのでまあざっくりですね、まあ、毎日このぐらいのペースで1日目が 32,000、 2日経った15時の時に次は 65,000 とか、そのぐらいのペースなんだなっていうふうにねざっくり考えておいてください。で、まあ、1日でできる試合数としては、まあ、最大24試合ですけども、まあ、睡眠とかも含めると、まあ、ざっくりね、20試合ぐらいかなって考えますので、まあ、20試合で割ります。そうすると、1試合で必要な平均の移動距離が出てきますので、それが1628メートルとなっておりますので、まあ、1試合平均1628メートル移動しなきゃいけないという感じのペースでございます。まあ、試合によっては800メートルしか行かない時もありますが、まあ、その、スラッガーマッチとかがね、有効に使うことで、まあ、1試合あたり2500とか3000とか行く時もありますので、まあ、それで平均するとだいたい1628という感じなのかなっていうところですね。で今回僕はこの累計を終わらせるまでに、まあ、24時間で119エナジーを消費しました。でそれに自然回復分の20試合ですね、まあ、20エナジー分を足していきますと、まあ、合計で139試合して累計まで終了ということになりました。ということなので、まあ、22万8000割る139試合ですね、そうすると1試合平均1640のねペースでやれていたという感じでございます。まあ、なのでさっきのノルマですね、まあ、1試合あたりの平均を超えているので、まあ、これは自然回復で終わるのがわかるかなと思います。まあ、ざっくり毎試合その出番操作ですね、出番操作でも大体平均250ぐらいですかね、まあ、そのくらいのペースでやれていたのかなっていうところですかね。まあ、ゴロ打っちゃったりするとね、まあ、それで200メートルとかになっちゃう時もありましたし、まあ、ホームランしっかり3発打てば300、400とかね、行ったりもしましたので、平均でこのぐらいなのかなという感じですかね。ただまあ、気を抜くとね、やっぱり自然回復で終わんないなっていうのも感じましたので、ぜひ気をつけて集中して頑張っていただければと。特別試合の時は特に頑張ってやっていきましょうという感じですね。それでは本題のランキングを走るべきか、それともガチャで狙いの選手を当てるべきかというところの話をしていきます。まあ、今回ではね、ガチャで、まあ、自チーム確定が60連目に用意されていますし、まあ、イベントでも自チームの S ランク契約書が当たるランキングが用意されているというところで、ね、どちらでも狙いを当てることができます。というところで、それぞれのメリットを確認をしていきます。まずガチャのメリットからですね、まあ、こちらに関しても早くて楽、まあ、単純ですけども、まあ、すぐゲットできるっていうところですし、もう何も疲れることがないというね、いうところが最大のメリットかなというところですね。で、二つ目のメリットが、まあ、60連目の自チーム S ランク確定以外のところですね、その確定外での、まあ、S ランクが期待できたり、まあ、他の限界突破用の A ランクとかその辺も当たるかもしれないというところでございます。まあ、これは OB2 段ね狙いが複数いる方だったら結構いいのかなってところですかね。そして、まあ、たくさんガチャ引きますので、まあ、育成用の A ランク B ランクを大量確保することができるというところがメリットかなと思います。ですがデメリットとしては消費エナジーが必ず1500エナジーが必要となってきますので、まあ、ある程度のね結構無課金にとっては痛手かなというところでございます。続きましてランキングを走るべきメリットとしてはガチャよりも消費エナジーが少なくなりやすいというところがあります。まあ、今回のような OB2 段とかね、あと4段とかもそうだと思うんですけど、こういったガチャで自チーム確定がある場合ですと、まあ、大体の方がまあガチャで狙いを当てていくということになりますので、ランキングを走る人が少なくなってくるっていうところで、まあ、1500エナジーよりはね、少なく済むっていうことが大半かなと思います。まあ、ただラインナップ次第ではあるので分からないんですけども、まあ、消費エナジー予想はね、この後やっていきます。そして2つ目のメリットとしては、選手の育成がどんどん進んでいくっていうところですね。やっぱりイベントをやっていくってことは、まあ、たくさん試合数をすることになりますので、経験値をたくさんゲットできますというところになります。ですが、こっちですね、やっぱり最大のデメリット、もう時間がすごいかかる、そして労力もすごくかかるというところなので、もう大半のね、この7日間をもうプロスピン捧げなきゃいけないという形になりますので、非常に大変かと思いますというところですね。
まあ、といったところで確認をしたんですけど、やっぱり時間があるっていう方であれば、無課金であればランキング走るのが今回おすすめかなと思っております。やっぱり一つ目理由としては、消費エナジーをね、抑えていきたいっていうところがありますので、まあ、それが一番抑えやすいのがランキング走るところっていうところになります。そして二つ目としては、まあ、ガチャの60連の確定外で、まあ、ES ランクと、あと限界突破の A ランクっていうのはちょっと期待しにくいのかなっていうのが今回の印象だからっていうところですかね。まあ、S ランクに関しては、まあ、OB2 段でね、まあ、狙いが結構複数いれば問題はないかもしれないんですけど、まあ、今回的にはね、他の段に比べると、まあ、豪華な人がね、ちょっと少なめなのかなという印象なので、そういう面でちょっと微妙なのかなっていうところもありますし、ね、S ランクは 50% で OB ですね。で、A ランクに関しても 30% で OB という形なので、まあ、A ランクも OB が出る確率が結構高めとなっております。まあ、ですが、S ランクをね、ゲットできる可能性がね、なかなか、複数引きってのは厳しい中で、まあ、その A ランクがね、狙いだけを当てるっていうのは結構厳しいので、まあ、それもちょっと期待しづらいのかなというところですね。やっぱりそう考えると、現役選手のガチャの方ですと、限界突破への A ランクですね。まあ、特にこの前アニバとかもあったと思うんですが、ああいうガチャですと、まあ、現役選手、まあ、今後ね、ずっと S ランクも手に入れるチャンスもたくさんあるっていう選手の A ランクをねゲットしやすい、しかも強い選手の A ランク、というところだったので、まあ、そっちの方がメリットが大きいのかなというところでございます。それでは今回のランキングボーナーについて予想していこうかなと思っております。稼いだ移動距離によって、まあ、順位を競っていき、その順位によって報酬がそれぞれ用意されているという形になっております。やっぱり多くの方が狙っているのは自チーム S ランク契約書がもらえる5000円のところですね。そちらとあと自チーム A ランク契約書がもらえる3万円、こちらを狙っている方が多いんじゃないかというところで、今回この2つに絞って話をしていこうかなと思っています。で、まず5000円の GS のところなんですけど、OB1 段と比較してね、 OB1 段は2万円だったのに今回5000円ってことで、今回激しいんじゃないの競争って思った方もいるかもしれませんが、そこは安心してください。第2弾についてはガチャで60連目 G チーム確定があるというところで、ランキング走る方が少ないというところで、こういった風にね、まあ、順位がね調整されているという風になっております。まあ、実際前回もね3500位で、前々回に関しては2500位が GS ボーダーでございましたので、これでもね緩和されて結構広がった状態という感じになっております。というところで、過去のバッティングトラベラーの時ですね、まあ、GS ボーダーどのくらいだったのかっていうところを確認をしたところですね、前回 TS2 段の時ですと3500位がボーダーで 154.3 万メートルですね、そこがボーダーとなってました。そして前々回ですと2500位が GS の、ランキングとなっておりまして、 146.6 万メートルがボーダーとなっておりました。でですね、今回まあ24時間、イベント始まってから24時間経った、これがね15時1分なんですけどね、まあ、約24時間後での順位がこんな感じでございまして、 GS ボーダーの5000円が26万5709メートルとなっておりました。はい、26万6000メートルとざっくりねしておきます。で、前回に関しての24時間後ですね、イベント始まってから24時間後ですと30万8000メートルという感じでございましたので、前回比 0.86 倍のペースで来ていると、結構緩めで来ているような感じでございます。はい、でこのペースで、まあ、前回は154万3000メートルですね、最終的な GS ボーダーの必要なメートル移動距離ですねがこれになりましたので、そのかける 0.86 倍をしていきますと132万6980メートルということになります。はい、なので、まあ、この初日のペースの、ね、比較でいきますと、このままいけば132万ぐらいがボーダーになってくるのかなと、 GS ボーダーになるのかなというところでございます。まあ、これもあくまで、まあ、初日の比較だけをしているので、まあ、これからね一気にペースが上がることもありますので、まだ確定ではないので、まあ、参考程度に思っておいてください。ただまあ今のところは結構緩めな入りとなっておりますね。続きまして、自チーム S ランク契約書がもらえる3万円のボーダーについて予想していきます。で、こちらも前回のやつですと2万5000円がラインとなっておりまして、39.9 万メートルがボーダーでございました。で、そして前々回ですと1万5000円のラインで 44.2 万メートルがボーダーでございました。で、24時間の進み具合で比較していきますと、今回ですと24時間後の状態で3万円が17万8926メートルとなっておりました。17万9000メートルと、考えていきまして、前回の24時間後が22万8000メートルですね。ここまでやってたというところで、まあ、0.78 倍のペースで来てると。こちらもかなり緩めなね、ペースで来てるのかなというところがわかるかと思います。で、最終的な GS ボーダーが前回が39万9000まで行きましたね。この 0.78 倍のペースで行きますと、今回ですと31万1220。ここが自チーム A ランク契約書3万円のボーダーになるのかなという予想ができます。まあ、これもここまでのペースならではというところ話ですので、参考程度に考えてください。はい、続きまして、消費エナジーどのくらいかかるのかっていうところですね。まあ、自チーム S ランク契約書、自チーム A ランク契約書、そちらどちらも取るためにはどのくらいかかるのかっていう予想をしていきます。で、今回、まあ、1試合あたりどのくらいの距離を稼げるかっていうところに関しては、まあ、僕のデータをね、勝手に使っていきまして、まあ、1試合1640ね、僕の場合できましたので、それで考えていこうかなと思ってます。まあ、全然皆さんできるぐらいの感じだと思いますので、これで考えていきます。で、先ほど予想した GS ボーダー132万7000ですね。そのままのペースでいって、まあ、このままね、予想が決まったというふうに勝て
定するのであれば、ここまで移動距離を稼げば GS がね取れるという形になります。でそれで考えていきますと、それ割る1640ですよね、まあ、1試合あたり1640で進んでいけば809試合ねすればいいよっていうことがわかるかと思います。まあ、単純に言えばそのまま809エナジーなんですけども、まあ、自然回復分のスタミナがあります。1日20試合かける7日間と考えて、まあ、マイナス140ですね、それをしていきますと、まあ、669という風に数字が出ますので、まあ、消費エナジーとしては669ぐらいでいいのかなと予想しております。結構少ないですよね。ガチャで1500エナジーかかるのにランキングだったら669エナジーというところで、まあ、半分以下に、ね、収まるっていうのが一応今のままですとペースだとね予想ができるという風な驚きの結果でございました。いやこれちょっと走りたくなりますよね。ちょっと僕もねちょっと悩んできてます、ね、若干。はい、ちなみに今の計算で前回ボーダーですね、それでも考えた場合ですと800エナジーぐらいで、前回の TS2 弾も GS が取れていたという風になっておりました。まあ、もちろんねペースは上がるかもしれませんし、ギリギリを狙いすぎますとね最終日の漏れがありますので、まあ結構追い上げ激しいので、まあ余裕を持ってね、なるべく先行で、頑張ってやっていきましょうというところでございますね。まあ、特に最終日前日の夜からのね追い上げがもうグイーンとね上がってきてまして、このイベントね結構大変ですので、時速差が多いので、巻き返しも若干難しいというところで、まあ、なるべく先行でね頑張っていくべきなのかというところですね。まあただまあ669が最低だとしても、まあ、900エナジーかからず、うん、多くても、うん、ゲットできるんじゃないかなと勝手に予想をしております。うん、900でもだいぶ美味しいですよね、マイナさんとか取れるのであれば。まだリーグ勢的にはあれでかもしれないんですけど、リアタイ勢はね最高かなというふうに思っております。はい、続きまして先ほどの3万位ですね、自チーム A ランク契約書がもらえるボーダーに関しては、先ほどの予想でいきますと、今回は311,000メートル、こちらで GA 契約書が取れるというふうになっておりましたね。割ることの1640をしていきますと、必要試合数が189試合と、なるかと思います。でそれに関して、自然回復分の試合ですね、140を引きますと49エナジーですね、ざっくり50エナジーぐらいで、この GA 契約書が取れるんじゃないかと予想ができます。これも結構美味しいですよね。まあ、特にガチャですでに60連ね、自チーム S の確定のところでね、まあ、狙いを当てたよっていう方に関しては、まあ、限界突破を進めたいというところでございますので、まあ、50エナジー、まあ、もしくはね、まあ、100エナジー多く目にかかったとしても、まあ、それでも結構少ないじゃないですか。やっぱ限界突破コーチ付きガチャをね、わざわざ250エナジーを使って引くよりも圧倒的にまあ少ない幻突コーチっていうところで考えると、結構にお得にゲットできますので、まあ、割とね結構これ狙って限界突破1回分をね狙ってやってみるっていうのもいいんじゃないかとは思っています。続きまして、まあ、どのくらい時間かかるのってところね、一応話をしていきます。まあ、割とね、走ってもいいのかなっていうね、ところが分かってきたと思うんですけど、結構大変だと思いますので、まあ、時間がない方はダメですよっていうところですね。で、こちらも、まあ、1試合ね、ざっくり1分半ぐらいで考えていきます。まあ、1.5 分かかると考えていきまして、まあ、1.5 分ですね。で、僕の場合ですと、累計終わるまで139試合かかりましたので、かける139をしていくと、まあ、208分ですね。累計の 33% 契約書ゲットするのに208分。まあ、時間に直しますと 3.47 時間、まあ、3時間半ぐらいですね、まあ、3時間半ぐらいね累計までかかるよみたいな感じだと思うんですけども、ランキング自チーム S ランク契約者のボーダーですね、さっき予想したボーダーと1,327,000というところでございまして、まあ、これに関してはまあ累計の、ざっくりですね 5.82 倍となりますので、それかける208分という形になりまして、1210分ね、ランキング GS 取るには時間が必要だということになります。でこれ時間に直しますと、はい、割ることの60で20時間というふうになります。はい、まあ、7日間で20時間ってことなんで、まあ、割る7をして、まあ、2.8 時間ですね。まあ、1日 2.8 時間、まあ、3時間弱ですか。そのぐらい時間が必要になってきますので、まあ、結構大変ですよっていうのはね、確保していただければなと思うところでございます。はい、ということで、まあ、ランキングいろいろと予想をやっていたんですけども、走るべきなのかってところですね。で、今回ですね、OB っていうところで、まあ、ちょっと現役よりもね、まあ、価値がちょっと低めなのかなってところと、まあ、だったらね、A 道地をね、選手がなるべくゲットした方がいいかなっていうところなんですけども、まあ、A 道地を作るっていう選手が作りにくいっていうのが多いですよね。まあ、この平松選手はね、元からなってるので、まあ、割と狙い目であるかなと思いますが、まあ、OB というところで、まあ、無理してね、取るべきってわけでもないのかなってね、今後ね、いつ登場するかもわかりませんし、っていうところでございます。なので、結論としてもリアタイメインでやってて、まあ、外野の一角がいないよっていう方だったら、今回ね、前田選手もしくは和田選手を取ればいいのかなとかですね、まあ、おすすめはもちろん前田選手ですかね。はい。まあ、前田選手でしたら、まあ、センター、ライト、レフト、まあ、どこでもね、守らせることが可能かなっていう感じですね。まあ、とりあえず、調査で、まあ、レフトを守れます。で、もちろんね、極みにして特殊もしていけば、まあ、レフト適正 B にもして、守らせることもできます。というところですね。うん、まあ、B にすることによって、まあね、後方のね、ジャンピングキャッチャーもしてくれたりとか、いうところもありますし、まあ、コンボにもね、絡んできますので、
まあ、どこでも使い勝手がいい。まあ、ライトですよね。まあ、メインの適性 A にすることもできますというところで、守備力もいいですし、まあ、バッティングですよね。相当多分打ちやすいと思うんですよね。うん。アーティスト、アベレージヒッター、兼ね備えているところで、かなりおすすめなんじゃないかと思っております。実際ね、僕もさっきもね、消費エナジーの予想してね、もう700エナジーかかんないかもしれないっていうところを予想できたので、まあ、さっきのね、消費エナジーの予想して、まあ、700エナジーとか、まあ、多くても800とかね、そのぐらいでいいんじゃないかっていうね、予想ができましたので、ちょっと一瞬走ろうかと思ったんですが、まあ、僕の場合ですと、まあ、絶対必要っていうわけではなかったんですよね。一応ね、外野に関しては新庄選手と、柳田選手と、あと秋山選手ですね。まあ、スピーカー予報していこうと思うんですけども、まあ、秋山選手もね、守備適性 B でね、レフト守ってて、まあ、肩も89というところで、肩もいいんですよね。まあ、守備力も間違いないし、まあ、個人的に結構打ちやすくて気に入ってるので、まあ、とりあえず僕の場合はね、ショートですかね。まあ、ショートの補強か、まあ、ピッチャーですね。まあ、強いピッチャーが欲しいかなっていうところが、まあ、僕の勝手な補強ポイントになってますので、まあ、無理して取らなくてもいいのかなってところで、今回見逃していこうかなと思います。はい。まあ、ただ、レフト、ライフト、センターですね。どこかどこでもいいから、まだね、強い選手がいないっていう方だったら、全然前田選手、ランキング走って取りに行くのはありなんじゃないかと思っております。まあ、特に前田選手はね、2016年、18年という感じで、2年刻みに来ておりますので、もしかしたら来年来ないかもってところで結構レアな選手になりますので、まあ、今のうちにゲットするのは結構おすすめなんじゃないかと、思います。はい、というわけで今回は OB2 段、バッティングトラベラーのランキング走るべきかのところについて、まあ、消費エナジーだったり、ボーダーについての予想させていただきました。でも結構緩めでね、まあ、全然走ってもいいっていう方がね、割と多めなのかなっていう印象でございます。結構お手軽にね、強い選手が手に入りますので、まあ、リア対面でやってる方とかはね、ぜひ前田選手をね、ゲットするチャンスですので、やってみるのもありなんじゃないかと思いますので、頑張っていってください。まあ、今後のね、進みによっても変わりますので、そこは気をつけてくださいというところでございました。ということで、このチャンネルでは無課金初心者の方向けに、プロスペースで効率よく強くなるための育成のコツやイベント攻略、基礎知識などの情報を配信していきますので、そういった情報を知っていきたいなと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。そして、Twitter で YouTube で話しない最新情報の補足ツイートとかもしてますので、そちらの気になる方、Twitter も概要欄からフォローお願いいたします。では、本日もご視聴ありがとうございました。